聖なる怪物たち。その夜、一つの命が誕生し、一つの命が死を迎えた。皮肉な偶然が重なり、引き起こされた出来事だった。その時、僕はまだ知らなかった。この出来事は偶然ではなく、仕組まれた必然だった。ある雨の夜、大久保記念病院に飛び込み出産の妊婦が、そして当直の医師、岡田将生演じる芝健吾は、専門外ながら帝王切開に挑んで、無事に男の子を取り上げた。しかし直後に妊婦は急死、そして物語はその1年前に遡って始まっていくと。ほうね、まあいわゆる医療ものでありながら、サスペンスの匂い、そして出生の秘密というかね、はい、その話を進めていく存在、いわゆるキーパーソンになるのが中谷美紀扮する看護師長の春日井優香、なんといっても雰囲気あるというかね、こういう役どころはぴったりです ね、 まあね、主人公である若き医師千葉健吾に対してね、はい、この病院に必要なのは人のいい医者じゃない、人の命を救える医者です、こうきっぱり言われるとね、まあ背筋がピンとするというか。そうですよね、まあ考えてみると、テレビドラマに出てくる医者っていうのはね、本当にみんな腕がいい。そうなんですよ、実際はね、それは今日初めて手術すんねんってビビりならこうメス持ってある先生もおるかもわからないですからね、ひょっとしたらね、僕の椎間板ヘルニアもそうなんですけど、行った病院でね、腹筋と背筋のバランスが悪くて出てきた腰痛やと、ほっとったら治りますみたいなこと言われたんで、で実際ほっとったら立たれへんぐらい痛くなりましたし、ワイドショーとかで言うと病院は先生は2つ3つ掛け持ちしなさいと、いうこと違いますからみたいな話もあるわけですから、このドラマみたいにね、優秀な医者ばっかりがおる病院があるんであれば行きたいですけど ね、はい、そういう意味ではね、このドラマね、千葉先生、帝王切開に至るまであれだけねおどおどしてたらね、これうまくいくはずもなくとかね。そうなんですよね。でまあ患者としてはね、その場でもう先生を選ぶことはできない、任せてしまうわけですから ね、まあ特にね、いわゆる急患っていうことに関してそうなんだろうけど、ふんふんっていうのがねあるんでしょうね。そしてその一方で、なかなか病院側も受け入れられないっていう風に断ることが多いっていうのも分からなくもない。そうなんですよね、それででもたらい回しになって手遅れになっちゃったっていう話も聞きますしね。でも慣れない医者にかかってね、それこそねとどめを刺されるっていうこともあるわけで、難しいですよ ね。まあそういう意味でもね、この聖なる怪物たちっていうドラマは意外と身近に感じてしまえるというか。そうですね、出産なんかも待ってくれないですからね、先生選んでる場合じゃないですからね、ただテーマになってるっていうのはね、そんなにありふれたことでもなく、その一つが代理出産、日本では認められていない自主規制ということになってるんだけど、ただしそれは法制度自体が未整備なんで法律違反っていうことでもないと。あ、そうなんです。で春日井優香の妹加藤愛扮する日向恵子が、なんと結婚式の当日にね、身ごもっていた赤ちゃんを流産、しかも母体を守るために子宮を取り出さざるを得なくって、二度と子供を産めない体に、ね、でもね、なんとしても夫の子供が欲しいということでね、姉であるゆかに代理母を頼んでくる始末、当然ゆかは断ったんだけど、これがこのままでは済まなくって、つながっていくのが冒頭のシーンと、一体誰が代理母になったのかかっていうあたりがこのドラマのまあ縦糸にはなっていくんだろうけどね、そういう意味では軽々しく扱えないテーマっていうのをまた選んだもので。そうですね、コメディにはできないですからね、でまあそれぞれのキャストの制作発表記者会見でのインタビューコメントなんだけど、まず柴健吾役岡田将生、すごく純粋でまっすぐゆえに女性たちに翻弄されていく新人外科医の役を演じております、中谷美紀さん演じる春日井優香にどんどん落とし入れられていく役なので、なんだか人間不信になってしまいそうです。まっすぐに人を信じようとする健吾に対して騙そうとする周りの人々ばかりで日々心が痛いです、春日井優香役中谷美紀、岡田将生さん演じる新人外科医を使って恐ろしい計画を実行しようとする女性、
一見ドラマの中では真っ当に見えるのですが、実は裏に恐ろしい顔を秘めています。自分を犠牲にして献身的に人に尽くすのだけれど、心の中には闇や孤独、不安を抱えているところは、微笑みは仮面と手記に記していたマザーテレサのようでもありますね。そんなユカが妹のためにある種の犯罪に手を染めていく様に注目していただきたいです。ヒューガ恵子役加藤愛、私が演じる恵子はまっすぐで純粋で控えめな女性なんです。だけどそれが子供が欲しいという思いから怪物へと変わっていく、それだけの強い思いというのはすごいなと思います。で、気になる視聴率の方は 10.8%、 前のクールのドクターズの初回 13.7 と比べるとちょっと物足りないんだけど、ちなみに裏番組最高の人生の終わり方が初回 15.3 から 11.0 へ急降下。もう早くも聖なる怪物たちとどんぐりの背比べ状態。はいねえ、ということで聖なる怪物たち、これからもしっかりと見届けようと思うんですが、砲弾の方は時々ぐらいにしたいと思いますね。はい、はい。